どうもどうも、東京でも影ホームラン、ありがとうございます。ということで、またね、買っちゃいましたよーって、かわいいんですよ。ちょっと住所がね、書いてあるから、ちょっと見せるね、ほら、ね、女性の方かな、切ってね、足りなかったのかな、92円に2円足してますってことでね、ありがとうございます。で、開けてみましょうかね、かわいい切って貼ってありますね。あ、大丈夫か。あ、そう、裏面、あ、そう、裏面ね、住所こっち書いてあるか、裏面切って大丈夫です。大体ほらね、送る人の住所に裏面書いてあるんですか。あら、かわいい。ちょっとカード見えちゃうんですよ、これ。なんかですね、こう、マスキングテープですか、これね。これもピカチュウ。ポケモンの。ね。どんなカードか見せましょうかっていうところで、全部見えちゃうから。もう俺買ってるから見てるんですけど、なかなかですよね。マスキングテープ、こういう時使うので、かわいいですね。かわいいポケモンがいっぱい書いております。でもね、残念ながら、定着ですね。今回何枚あったかな、あ、裏表に入れてるんだ、ご丁寧に。10枚ですね、10枚来ましたよ。ね、今回ね、EX シリーズかな、全部 EX ですね、ありがとうございます。見てみましょうか。はい、はい、いきますよ。まあこれね、うだうだあんまりやってもね、長くなっちゃうから、はい、ダブルレアっていうのかな、ちょっと待ってくださいね。ダブルレアっていうのかな、これ全部ね、そうでもないか書いてないのは書いてないんですね、書いてないの書いてないんだな、書いてないのもあるんだな、書いてないとどうなるんだ、これダブルレアじゃないの、じゃあまあその辺はじゃあもうなしで、なしっこでいきましょう、さあいきますよ。じゃあサメ肌、イエーイ、予想噛まれたら痛そうだな、そしてじゃあリアルバッグ、これね、裏表でね、こうカードがね、こういう感じでね、袋に入れられてる、ね、2枚ずつ感じてるんですよ。はい、行きましょう。ほら来た、ルカリオ、いいね、かっこいいね、飛び出てきてる、 3D っぽいですね。はいはいはい、はい、ジカルデ、いいね、いいですね、飛び出てる感じがね、もうカードから飛び出てくるんじゃないかっていう感じがありますよね。まあ、怪力、いえ、手が出てるカードから、うわー大変だ、そしてバクーダ、ごめんなさい、光の加減が、ね、結構光ってるんで、光の加減がね、いきますよ、はい、は、ハガネール、もう噛まれちゃう、飛び出てきてる、すごいですね。はい、来ました、パルキア、うーわー、ゴーレアーみたいなね、あの貞子的な感じ、もうこの枠に収まって入れられねーみたいな感じですね。はい、フーディー、手が出てきちゃった、うわーみたいなね、で最後でございます。これはもうね、デムミューティー、すごいですね、飛び出てる感じが見てますね、すごいな。ということで、この10枚はい、ということで10枚いきましょうか。値段がこの値段です、ドン、はい、ということで300円ですよ、これ1枚30円、安くねー、まず買っちゃったんですね。もうね、ポケモンカードが今山ほど、こんな光ってるから山ほどなんですよ集めすぎた、でもね、思わずね、あ、いいなと思ったので思わず買っちゃったということで、以上でございます。ダーマンダーマン、時でも影ホームラン、さよならホームラン、ありがとうございました。またなんか買ってやりますね、ありがとうございました。